あ、愛ちゃん好きそう。あ、可愛い。いいな。光るんですかそれ。いいな。いっぱい光る。あ、ね。ね、土曜日ですね。あ、もう一個かな。来てー。すごい、うちわになるよ。来てくれて。え、待って。何？トマちゃんもトマト好き。敵？よかった。トマちゃんもトマト好きって書いてる。あー。そう、500円で会えるから。妹と同じ。ワンコインだよ。女の方はワンコインです。明日は違う。1500円。1000円。かわいい。1000円だ。1000円ライブ。明日のライブ来てください。待ってるよ。カラちゃん、お疲れ様。ありがとう。見て。これももらったの。かわいい。ようかも持ってるよ。はい、バブ。クラゲ。え、買っちゃおう。ピンクに染まっちゃおう。みちえしさん、こんばんは。クラゲももらった。明日、あ、そっか、行っちゃうね。クラゲ。これも光るの。え、こっち光るの。あれ？あら。めっちゃ強い。え、それかわいい。クラゲ。明日空いてたもんね、遅くったらって。7時だったよ。ほんと？光らなくなりました、この子は。でもこの子、こうやっているだけで可愛い。こいつすごいね。あ、消えてくれたの？こんばんは、皆さんありがとうございます。こんばんは、下で。元気だよ。なんかみんなさ、アバターが一緒だからさ、あれだ、どこまでやるのか分かんなくなっちゃう系だから。返信メール読んだ？どの日のやつ？全部読んでるよ。かわいいみーたん。ありがとう、みちえしさん。しょうぶえさん、こんばんは。これが一番好きかも。この、アバターをゲットしてみて、立つの。あ、かわいい。あの、かわいそうがいる。生の見てきた。かわいい。え、本当ですか？うん。うちはまだいないですね。かわいそうっていう文字がね、ついてるの。で、見えないや。うん。こういう感じ。この子がクラゲちゃんです。あ、やばい。始める前にあーちゃんルーム行けばよかった。やっちまった。あ、メンも行けばよかった。やっちまった。また今度でいいや。月曜日以降、オッケー、見とく。高彦さん、こんばんは。ちゅうさん、長軍さん、こんばんめちゃん。この前のひにゃ。みなさん。あ、そう、グループに分かれたのかな。メイは明日、新宿組だよ。明日、新宿組だよ。東海いる、東海いるよ。おしめ。こんばんは。ありがとう。気持ちを書いた？読んでるよ、でも全部。ありがとう。返信書いてくれて。皆さんありがとうございます。これももらった。かわいい。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃか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 ちゃあ、ちゃんとかたんたんたんたらら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 話題になってんだ。いいなぁ。すごい、久々やん。ワンマンで言えんかったから、メールでごめんね。ありがとう。でも気持ちを伝えてくれるのは嬉しい。昨日、いただいた、飲みすぎで道端でなってダメだよ。そうだよ。今日こう、今、あゆちゃん今配信してるから、アバターもらいに行った方がいいよ。はるかわうそアバター。メイにも見せてほしい。みんなはるかわうそアバターにお着替えして。これ見てください。これは青、赤、赤、赤、あ、なんだっけ。青、赤、赤新聞。こっちが青新聞。これで競輪を勉強しようと思って持ってきました。これが白、黒、赤、青、黄色、緑、オレンジ、ピンク、紫っていう順番になってて。全然こちらこそありがとう。攻め多彩な山本健さんが軸。
なんか見方とかも書いてあって、でもちゃんとここにマッピーがいます。この時間万歳メンバー配信しすぎて、いやなんかレッスンから帰ってきてちょうどいいのが多分この時間。本気の思い、うん、今日アイライン描いてないからちょっと顔が薄めちゃん。こんばんは。お顔が薄いの。あ、将軍さんが着替えてくれた。え、かわいい、アイちゃん。かわいいじゃん。よく描けたね。やった。あとで話が渋滞している。話が。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃかちゃか。新宿ね。証券が。しーちゃん。あ、ありがとう、しーちゃん。今日の今日はね、シャウトカが4月からイメージコールをしてきたチーズハットクさんのアニランホットドッグさんが6月30日で終わりました。みんなたくさん食べてくれてありがとう。食べてしまった。やばい。預け物もらうね。うん、いただけたの。着替えた。ありがとう。1位にならせてくれたおかげなので、目のクラゲが、クラゲちゃん、ね、もう悔いはないです。ありがとう。たくさん食べた。こっち光らない。この子光らないんだけど、え、めっちゃある。それか、それこれ本当にちゃんとキャーン。なんだろう、生きてる。あ、豚まま好き。え、いろんな光り方する。何色ね、中学生の時めっちゃ好きだった、うん、ジャンボさんこんばんは。今日のめいちゃん子供みたい、嘘、大人やで。23ちゃん言ったくせに買ってね。そしてこういうのもらうと楽しくなっちゃう。歌詞じゃないよ、芝見とった。言える立場じゃないけど。でもさ、歌間違えたし。あれ、これワンピースあるの？タケンが、あれなんだっけ？アリエル。最初に入れた。あ、ほんと誰だろう？扉開けて、あ、それはアナか。ほんと、そうだ、今日来た。20個もあるの。なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。なんだっけ？おさむち、かかるよ！久しぶり。まどまどはそれはアナだ。なんだっけ、アリエル。アイフォーニュー。違うな。何が？アリエルの歌が分からん。なんだっけ、アリエルって。アーシーみたいな。あの歩いて走って乗り越えだから。自由に人間。あれはセバスチャンが歌ってるやつなんだっけ？人間の。歩いて走って日の光浴びながら。え、そこ違います。人間の世界へ。めっちゃ好き、アリエル。え、あれはアンダーザシーだ。エビの、エビちゃんの。アンダーザシー、アンダーザシー、アンダーザシー、アンダーザシー。歌詞わからん。赤い、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 セバスチャン。そうだ、セバスチャン。てててる、てててててる、てててる、てててる、てる。あの、アリエルのさ、あれ変わったやん。うん。ショウ。ショウ。あなんだっけ、忘れちゃった。いいな。マーメイドラグシアター。マーメイドラグシアター変わってから、一回見たの。絶対見たくて、めっちゃ並んで見たよ。二回ぐらい見たしたの。楽しかった。え、ディズニーシー行こうよ。行った、行ったことないんですよ、私。シーないの？あ、じゃあこれはあゆちゃんの C、 初めて C もらおうかな。あゆちゃんの初めて C 奪おうかな。え、これでも読んだ方がいいのか。 C のそのあれ前のやつとさ比べてさ、なんか立体感がすごくてさ、でもめっちゃ前のやつも好きだったんだよ。アーセラーが出てくるところ。アーセラーくん、アーセラーだよね、あれ女のタコがの顔がで出てこうやって出てくるところがあって、そこがすごい好きだったんだけど、でもなんか今の方があれがすごい、アリエルの動きがめっちゃ綺麗。そう、行きたい。メイの弟はあのアリエルのお姉さんが綺麗すぎてずっとそこにいました。そっからだよ、ずっと綺麗なお姉さん好きなの、メイの弟。ちなみにメイの弟はあゆちゃん推しです。あゆみちゃんが一番可愛いといいね。嬉しい。お姉ちゃんはどうでもいいといいね。そう、私の弟はふみさんが可愛いって言ってました。やっぱ違うんだね、感性が。弟に聞いたことない。りんちゃんもだって、りんちゃんさあんま言わんけど自分の弟めっちゃ好きですからね。でも弟とあんまり合わないよ。嫁も合ってないよ、だって。あいちゃんは弟
何歳さ？いや、二個下です。可愛いと思わない？音取るんか。いやー。あんまブラコン感ないよね。はい、ブラコンじゃないです全然。私も二つ下ばい。メイも二つ下だよ。でもめっちゃ可愛くて仕方がない。めっちゃ仲悪かった。仲はめっちゃ悪かった。めっちゃ喧嘩してた。喧嘩した喧嘩した。なんかもうほんとことあるごとにチャンネルの奪い合いとかでほんと殴り合いでした。めっちゃ来る。ゲームするかテレビ見るかで。もう殴り合い、殴り合い、殴り合い。ちっちゃい頃は結構もそんなとこつかない。でも弟が大人になったらあの殴り合いの喧嘩はしなくなりました。きっと弟が優しいんですね。やっぱ力の差っていうのは出てきちゃうからさ、うん、しょうがないよ。見てないからわからん。ボス、明日も仕事頑張ってね。ポチャッコとグレタマだよ。ポチャッコ、ポチャッコ好きなの？ポチャッコ割と好きです。ポチャッコここにいるよ。え、本当ですか？え、サンリオの中でってこと？マジでそうです。ショルも可愛くてもいいし、グレタマがいい。そう、グレタマ好き、うん、でも私一番ポムポムプリンが好き。かわいい、かわいい。ポチャッコ多いの？ポチャッコめっちゃ気持ちいい。いっぱいなんかおったイメージなかったけど急に出てきたんですか？え、なんか意外とこいつメインだったんだなって感じ。ポチャッコちゃん、この子をが私のポチャッコ。みんなお姉さんだよ。そう、クラゲちゃん。そう、お姉ちゃんなの。ま、お、あ、お姉ちゃんもいるけど、メイは。お姉ちゃん、メイ、弟。ま、たこれ星を見たら1個一緒なんだよね。一緒なの。リンちゃんとメイ。え、お姉ちゃん何型？血液型。A 型。あ、A 型。私のお姉ちゃん AB 型なんだよね。メイのお姉ちゃん A 型で、メイが AB 型で弟が B 型。え、バラバラやん。全員バラバラ。え、シダはお姉ちゃんが AB で弟が A 型。え、家計一緒かも。弟 AB 型で A 型なんですよ。AB と A ですよね。うん、一緒だ。メイは A、AB、B。親が A と B だから。お母さんがメイ AB 型だったから、だからメイが一番お母さんに似てんのかな。確かに似てるもん。でもお母さんと血液型違うけど。愛ちゃんは？ママ？パパが A。パパに？で、ママに？で、パパにって言われるめっちゃ。ああ。女の子ってやっぱお父さんとかに似る傾向にあるのかな。そうだと思う、結構。めっちゃ可愛いみたい。なんかそういうのがあるらしいって。そういうの？女の子はパパに。でもちっちゃい頃雨お父さんに似てたって。言われた。性格はお母さんに。あ、そう、あ、ストーリーみたいやろ。ありました。ちっちゃい時ね、髪の毛の染め粉の匂いが好きで、よく髪の毛染めてもらってました。だから保育園の時本当にね、一番ヤンチー時代だった。前髪だけ赤とか。やばやば。めっちゃここだけ金髪みたいな。え、それ許されてたんですか？許されてた、保育園の時は。小学校の時はさすがにあれだったけど、小5も髪の毛茶色かった。毎日アイロンしてってたから、髪の色素抜けちゃってめっちゃ茶髪でした。やば。でも基本的にはちっちゃい時はほんと金髪ばっかだったね。なんか紫とかも入れてたらしいけど、あんま入んなくて、結局一番入ったのが赤みたいな。タットさんこんばんは。アイちゃんは末っ子感がある。ポムポムスプリン好きな人はフミ。ありがとう。花はまた。フミがポムポムって。ありがとう。これももらったやつ。欲しい。アイちゃんこんばんざい。やあ、ありがとう。チョコだ。三人してたらいいな。私は一応三姉妹のジョイ。しっかりね。ジャンボ、ジャンビコも。そうです。美味しいね。やったら気持ちいい。ウォータートリックけど使わないやつ。ちょっと使ったよ。ほら、こんばんね。お、かわいいでしょ、また。こんばんね、久々。ゆうちゃんと会いに行く。時と、あ、なんだろう。甘やかしてほしい時はあゆちゃん。好き、スチスチの時はあゆみ。チチ。あゆみは、ほんと、春かわいい。でで。そうか、冬になって、なんか。いいなぁ、先生。なんか、それでいこう、あゆちゃん。ありがとう。また来た。吉田さん。ちょっと聞くよ。あれ何の話？あ、リンさん。ポムポムプリン好きって言ってた人はリンさん。うん。ポムポムプリン好き。電池入れないといけない。後ろはセブンさんが聞いてた。電池入れなきゃいけない。黄色。なるほど、黄色いからか。
電池電池なかった。あゆちゃん末っ子、違うよ、あゆちゃんお姉ちゃんだよ。あゆちゃんがもうなんとですね、皆さん本当泣いてください。あゆちゃんがなんと最年少じゃなくなりました。まっこちゃんが最年少だもんね。やばい、16歳だよ。いや違うよ、あなたが入ってきた時も16だったんだよ。そうってこと3年だったんですよ、あれから入って。だってうちらさ、あゆちゃんが入ってきた時16って衝撃だったじゃん、うん、今まこちゃんの16ってもう超衝撃じゃない。本当衝撃、怖いもん。はい、やばくない16歳だよ。え、だって今、え、あゆちゃんで2000、2000です。2003年生まれってことでしょ。やば、あ、でも早い生まれなんで2002年か3年ですよね。最近じゃん。やばやばい、やばい。え、この間じゃん。怖い怖い。スタさん、これ何しよったっけって感じ。2000だって、もう考えてなかった。3とか、2003年とかさ、小3ぐらいでしょ多分。え、そんなですか。違うっけ、95年。いや、そんくらいそんくらい。小3ぐらい。だから小1、小2、小3ぐらいだから、結構、なんか2000年になった時ってさ、めっちゃ記憶ない意外と。うん、2002年とか3、4って。21世紀になったみたいな。すごい記憶があるから、その時まだ生まれてないんだと思って、ちょっと怖いもん。やばい、ちょっと怖いよね。何でそうだったの。何、いやでも変わらん変わらん、2000年生まれの最近だもん。怖い怖い。そのうちさ、なんかあれやろ、なんか人前したんことか出てきて、やだな、ちょっとそれは困る。やば、12歳。ばい12歳。私も12歳が一回り、一回りが12歳。ちなみに11。え、違う、自分の人も入りしたい。あ、そういうこと、そういうこと。やばってことは、子が出てくるかもしれんよって話。子が23歳だから、11歳の子が入ってきたら、一回りだ。小6入ってきたら、だから、りんちゃん、あれだ、一回りだよ。やっぱ小6、小5は入らんと思うから、まだ大丈夫。確かに。高くくってよ。確かに。いや、でも、いつもいつかわからんけんね。そうだよ。子が入ってくかもわからんし。あ、ありがとう。ルシルシさんこんばんざい、ユッチさんこんばんざい。 JK とかがやばい。 JK ってすごいよね。いや本当にちゃんと高校3年間で卒業させようって思ってる。誰かさんと違ってね、高校4年間行かれるとちょっと困るんで、高校3年間で卒業させようって。あと18年くらいだったら平成って何年までとかバカにされるようになる。確かに。いや、そもそもさ、あと何年かしたら平成生まれって言われるんだよ。やだ、それが一番やだ。うちらめなんかもう平成セブンとかがさ出てきた時衝撃だったもんね。昭和、昭和無理みたいな歌詞どうする、平成は無理って言われる。うわ、やだ、うわ、きっつ。令和ジャパン、令和ジャパンはやばい。うわ、やばいな、きつい、きつい。でも私令和の気分じゃない、平成の気分。まだ、まだ慣れない。でもなんか平成っていうさのが好きだった、意外と。なんやかんや言いつつ、なんか自分の生まれ年っていうか、その生まれた言語だしさ、めっちゃなんか平成に思い入れがあるからこそ令和かと思って。ね、令和。そう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 、一回り下の子は幼いって言ってたな、遠い目。写真撮りたいの、新人ちゃんたちと。撮りたかったけど、なんか今日列で来てたからやめた。あ、めっちゃすごい、本当。でもね、ハクちゃんがすごい好きなの。おしめんなんだよね。見つけた、おしめん。ハクちゃんおしめん。ハクちゃん、ライブは見てもらう。なんかハクちゃん、今だから言えることだけど、なんかライブを結構見に来てくれてて、見学とか。ね。それですごい楽しそうに見てくれてて、笑顔で。好き。なんだろう、ライブに来てくれるその真面目さとか、もうすごいいいし、その笑顔の時も可愛いってなっちゃうし。すごいニコニコで見てるよね、ライブ。で、それでなんか礼儀正しくて、めっちゃ。そうだね。お疲れ様でしたけど、こんな感じで。アイちゃん礼儀なかったもんね、最初。いや、違う、ありましたよ。挨拶してメガネ、メガネかけて。え、してない、そんなしてない。大丈夫？はい。って感じだったもんね。あ、でもそんな感じだった。アイちゃんそんな感じだったよね。本当ですか。あゆみちゃん大丈夫？あ、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 みたいな感じだったよ。でもいつきちゃんみたいな、いつきちゃんみたいな、めっちゃ話リードする、はくちゃん、はくちゃんめっちゃ話リードする感じ、ショールームで好印象でした。あ、今日足軽ルームやってたもんね。
うん、なんかまだ私もそんなにキャラクターよくわかんないんで、ね、全然まだ把握できてない、わかんないっす、うん、私の中での見解は、5期がしおりまででしょ、さや、うん、までが6期で、うん、愛理からが7期です。でみんなに伝えといてください、これですね。アイちゃんでも6期って感じもしなくも、アイリは7でしょ、まだ私昇格してないもん。あ、ここからこれからわかんないけど、これからその今の新生の子たちとやっていくってなるとやっぱ7かな、うん、でもアイドルメンツ一緒に出る、そう大丈夫だよ、17人って言ってるから大丈夫だよ、びっくりした、よかった、アイちゃん、アイちゃん危ない危ないちょっとやばい、そうな、そこが7期かな、7期だって、やばっ、7なんだ、いいな、7期ウメイさ、シダとかが4期っていうこと知らなかった、なんどういうこと、3期だったんですか、3期だと思ってた、3人3期みたいな、笹が無所属みたいなだからあのノートじゃない、 T シャツ書くときに各期のことを書いたんだけど、2期の子たちはこうこうこうでこういうことがあったけどこうこうこうでみたいな、5期の子たちは手がかかったけどみたいなとか、そういうの全部書いてたんだけど、3期って間違えて書いて上から4って書いてたなんか今の新メンバー、アクシガルジャパンの新メンバーちゃんはめちゃくちゃダンスとかうまいし、表情の作り方もうまいからすごい楽しんで、7月の15日18です、18だった、15はあのりんちゃんの誕生日、オフ会の日、オフ会、ニリセブタの18日、7月までを言わんから遊びに来てね、来てね、レニーです、来てきて、はい、主催ライブなのでバンザイジャパンの、私の誕生日来てください、みんちゃんの誕生日どうしよう、あいちゃんにお祝いしてもらおう、何してくれるかな、りんちゃんの誕生日何しようね、ね、それここに話さないしね、何する、ハッピーバースデーってやる、違いますよ、じゃあきっとね、あゆちゃんがりんちゃんのために一曲あの覚えといてくれ、歌ってくれる、あ、本当に、うん、あ、練習しよう、あ、決まった、お、練習しといて、練習しといて、はい、練習しといて、どうしよう、あれかもしんないよ、一個雪の鈴がリンリンリンかもしんないりんちゃんいないからサプライズの話しよう、そうりんちゃんいないからね、今サプライズの話しよう、りんちゃんは、いやいやいや、黄色が好きって言ってたし、うん、黄色好きって言ってたね、だから、だからカーペットの色黄色に変える、確かにペンキにしちゃう、あ、それは幸せ、りんさんの部屋黄色にしちゃう、黄色にピンク、それはちょっと怖いな、スタメンを黄色にしたらちょっと怖いな、黄色にして寝てる間に髪の毛黄色に染めちゃう、染めちゃう、何で染める、ポスカでいいかな、あ、ポスカで、ポスカで、ポスカでいいか、ちょうど締まる、りんちゃんはトマトが好きだから、うん、やっぱりトマトケーキを作ってあいいで、なんかあと漬物ステーキっていうのを作ってあげたらいいかなと思って、ステーキ美味しい、うん、やばい入っちゃう、うん、いいかもしれない、やっぱ15日ね、多分電車の中で迎えることになっちゃうから、うん、やっぱその後作ってあげよう、はい、と頑張ってケーキは前日ね、聞こえてどこのトマトにしようかな、フルーツトマトにしたら大丈夫だよ、甘い、いちごみたいにね、甘いからね、絶対美味しい、絶対美味しい、美味しい、あ、りんちゃん聞いてた、聞いてないよ、聞いてないよね、あ、よかった、危ない危ない、寝てたよね、今寝落ち配信、寝落ちしてた今よくやってたもん、寝落ち配信めっちゃ LINE 来たもん、よくやった、2回だけだよ、めっちゃ来たよ、ね、りんちゃんの寝息配信で聞いてるもん、1回りんちゃんにスタバック何回したことか、2回だよ、でも2回だけ、マネージャーさんに言いましたもん、りんちゃんの配信止めていただいていいですかって1回目はやらかしてこまちんがお家にピンポンってきた、そうなん、そう心配してくて、でもメイも1回寝落ちしたことあるの、うん、え、今寝落ち、でもあのスタバックとかはなくて、寝ててパッて起きて一言目が危ない寝るとこだったって言ってたらしい伝説、でもりんちゃんもそういうの、りんちゃんはマジでおもろかった、あのあれプロデュース企画の時に、ね、今だから言えるけど、あれ話し合ってたじゃん、うん、話し合ってる途中に寝落ちしてって、で電話そろそろじゃあ切ろうかなって言った時にむくって起きて、あー危ない寝てた、寝るとこだった、危ない危ないみたいな、いや寝てた寝てた、今30分ぐらい寝てたよみたいな、やば、自分ではなんか15秒ぐらい目覚めてたつもりだったのにパッて目覚めたのが30分後だったっていう、自分でもびっくりした、疲れたんですね、きっと結構夜中の電話が多かったから、でも愛ちゃんの
アイちゃんのチーム面白かった。なんか可愛かった。ね。え、なんかその4人がいいバランスだったね。ね、そう。本当に。うちのグループ入ったら強制的に全身タイツだったから。だよ。かわいそうと思って。でもなんだかんだで楽しかったよ。いや、なんか、1個反省点は全身タイツがそのサイズ大きいの買っちゃって、あんま面白くならなかったぐらいですかね。うん、なんかでもあれやっちゃったからちょっとイモジャージの人たちはちょっと、うんうん、もう一回気を引き締めた方がいいと思う、ね、あいちゃんだってね YouTuber 好きだから。イモジャージジャパンどこ直したらいい？とりあえず投稿頻度が少ない。そうだよね、うん、ほんとそう思う。どこ行ってんだろうあいつら。てか1年前以上の撮影のやつが動画出てない出てない。これはあの裏話でした。いやだっていっちゃんのやつより前に何本か撮ってますからね。そう、うん、実はお花見行ったんですけどもう1年以上過ぎたって。目黒川だよね。懐かしい。あれシダまだメガネかけてないから。やばっ。リンちゃんが途中でカステラ屋さん行ったのめっちゃ覚えてる。行った。めっちゃ覚えてる。カステラ食べたの。うーん、なんかカステラ食ってるよって思った。そう。え、なにこれ。たそうそう、しようかな。よありがとうございました。明日髪の毛どうしよう。ツインテールで。23歳。大丈夫かな。じゃあ2つと3つで。ちょっと考えてることしか。怖い。ちょっと写真みたいになるかもしれない。え、ここにいる3人みんなイモジャージメントかと思う。違うけど、なんか似てるって言われるんだよね。めっちゃ。だから似てるっていう5人集めてここで合宿したら。合宿。じゃあ藤崎と佐藤、佐藤はそこでいいんじゃない？あ、いいね。藤崎はキッチンの床で、うん、佐藤はあの洗面台のところで。一人ずつ個室あるよ。いいね。ふみ一番で、藤崎一番でかいよ。このここだからね。確かに。はるかはとしだとやさろもあるから、うん。ちゃんとベッドもあって。投稿頻度そこはなんとか。いやでも私が今まだバンザイジャパンの安原芽衣が今編集を勉強しているので、これはワンチャン私が撮影しに行ってイモジャージジャパンの人たちのケツを叩きに行きまして、撮影をしてあの私が載せるっていう手はありですね。あり。うーん、確かにできちゃうんで。昨日りんちゃんに編集教えたんで。ちょっとだけできるようになった、まず編集のアプリを入れてなかったって。びっくりした。みーちゃんどれでやるのみたいな。それ消しちゃったみたいな。みたいな。私よくミックスチャンネルとかでやるような格好をよくしてました、昔。ミクチャンみたいな。チャンネルはちょっと前行ったことあったけどよくわかんない。今はインショットってやつとアイムービーを、あーよく聞くわ、両方使いながらやってる、うん、成田さんヘローヘロー。あと最近は音声抽出とかもできるようになりました。音声取る。だからこの間卵かけご飯丸ですっていうところの卵かけご飯丸だけを音声だけ抜き取って画像に当てはめて、最後らへんに卵かけご飯丸ってなるようにしたりとかしました。樽崎さんこんばんは。こんばんは。そう、明日は新宿アルタキースタジオさんにて声援ライブがあります。出演は19時から19時25分の25分枠です。なんと1000円で見れちゃうので遊びに来てね。卵かけご飯丸の動画すごすぎでした。もう上がったんかな。撮影編集とか強い。でもうちらさ記憶ないからさ、まだ。いや本当に怖いよね。見たくない。怖いすぎる。だってライブで全身タイツなんて着れない。着られちゃったもん。怖かった。気づいたらなんかお客さんの目の前でね全身タイツでね、急にだって1番とかついてて、めっちゃ怖かった、ね、怖かったよね。なんか食べた食べ物に睡眠薬絶対入れられた、うん、しかも本番中だよ。絶対誰か捕まえるからな。え、犯人誰だろう。犯人誰かな。卵かけご飯丸だよ。でももしかしたら違うメンバーにまた乗り移ってたかもしれないよ。あ、もしかしたら次来るかもしれない。そしたらだってそれでなんか食べてさせられて多分お眠されてやられたかも。危なかった。
ずっとそうだったらやばかったね。ね、最後までね。最後までずっと。なんで抜けてったんだろうね。わかんない。なんかしかもめっちゃ高い帽子かぶってたからね。怖い怖い。ビビアンウェストウェイ。高いベレー帽かぶってて。ロンドンのとこだ。しかもなんか前髪めっちゃぐるぐるに巻かれててびっくりした。帰るとき大変だった。あれが思い出だった。井戸の中からこんばんは。こんばんは。ブルパンで1時間間が空くんですよ、確か。そうだっけ。違うわ。前の大抵とそれ違いました。中ブルパンはあれだよ。テイクオフだよ。B チームの7日のテイクオフが出演後の後が中物販でその後に物販っていう感じだった。違いました、ごめんなさい。卵かけご飯丸の動画改めて見るときこれ見てってあれば教えてちょ。卵かけご飯丸の動画でも私たち卵かけご飯丸に乗り移られてる間の記憶がないからやっぱり最初から最後までね、うん、バリバリに見てもらいたいけど見られるのもちょっと恥ずかしいな。あまちゃんこんばんだい。やっぱりかわいいタレ酒さん会いに来て動画よろしくね。動画何の動画大根私まだ来てないよそれ。まだ来てないなその案件は。りんちゃんの誕生日は何もしない。りんちゃんの誕生日はカーペットを黄色にして、りんちゃんの誕生日はどうしようかな。やっぱりトマトケーキを作って漬物ステーキを食べさせる日にします。で1日2トマトに昇格させようと。りんちゃん喜んでくれるかな。予定調整して必ず会いに行く。待ってるよ。今ネザーラは毎回のライブ動員3人以上を目標に頑張ってるので明日はあと2人ぐらい欲しいですね。明後日し明後日もずっとこれを頑張っていろんな人に来てもらって達成していきたいなって。で3人が持続してできるようになったら次5人に増やしたいなって言って思っております。今後石川遠征とか、ま、うん、テク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 通りすがりさんこんばんで、北海道遠征も決まったじゃないですか。それも今後その A チームが行くことになったので。タピオカさんこんばんで。あ、愛ちゃんいるよ。タピオカさんこんにちは。こんばんはじゃない、こんばんざい。はい、あゆみちゃんタピオカさん、すごい、私もとこさっき言った。おー、じゃあすごい。わー、なんちゃってよ。ハクちゃんからリプが来た。わあ、オタクじゃん。なんて来たの？さっき名前トークのやつ言ったら、うん、高山和美さんの、うん、見え見え。あ、ごめん、目悪くて何も見え。あゆみさんが私のツイッターのプロフィールを見てくださっている。え、そうなの？気づかなかった。これまるまるタピオカこんばんじゃ。よかったね。エビが何度かあるから。アイちゃん、麺もエビやで。え、たまにやりますよ、だから。嘘嘘、何どういうこと。あ、違うの、AB 型ってね勝手に話を終わらせられるんだよね。そう例えば、アイちゃん何とか知ってるって言って自分の中でその答えが出てきたら私の中ではもうその答えは終わってるんだよ。そう、確かに。リンさんもそう、よくある。でもリンと話してるとやっぱそれを感じるし自分もその意識はある。でも愛ちゃん A 型感はないよね。え、本当ですか。何型感あります。不思議な型って感じ。え、ハート型とか O 型よく言われます。O 型っぽいかも。結構明らかんとしてるよね。本当ですか。うん、綺麗なとこは綺麗です。でもなんか無駄にそこっていうところをさ綺麗にするよね。あ、でもそういうところは A 型って感じっぽいよね。なんか、うん、あ、そこなんだみたいなとこ。そう、わかるがたまにあるかもしれない。え、マセチ AB だってキャリーケースの中昨日ぐっちゃぐちゃやったもんな。キャリーは綺麗です。綺麗に詰める派です。昨日すごかったよ。なんか、あ、そう、やばかった時はやばいんですけど、うん、なんか荷物をいっぱい入れたい時はなんか無駄さ、あー、綺麗にするんだね。あとなんか傘のなんかこことかなくても大丈夫みたいな。そうぐちゃってなってる人。ここ傘のここの持つとこなくてピー、傘のとこ持つとこないのに。そうなんですよね、壊れてここまでしか閉じないんです、行きましょうみたいな。しかもあそこ気になんないんだみたいな。
壊れてるじゃんその傘。北海道里帰りとライブに見えるの。え、ね、来てほしいな。そう、基本的に遠征は A チームが行くって認識で OK です。で、一月の動員数とか、まあ、その他もろもろ配慮してもらって A と B チームが毎月変わります。なので私は A チームでいられ、今回 A チームなので、まあ、胸のサイズも A なのでそのまま A でいられるように頑張りたいなって思います。 A っつって A って言って、でその遠征とかも毎回参加できるように、まあ、今後このなんだろう、日本での遠征はそういう企画とかがなくなってくると思うので、まあ、毎回のこう自分の頑張りが見ていただけるということなので、まずは今回は動員数3人を平均して呼べるように目標にして頑張りたいなと思います。曲の人とか北海道遠征羨ましすぎる、お行く、お行こうぜ、よろしくしたいけど曲の相談する暇ないね。何がいい？言ってくれたら全然。ベリーズの方がいい？ベリーズ？エビーでめっちゃ話飛ぶ。そう、めっちゃ話飛ぶの。だから配信聞いてる人もね、ごめんね。そっか、確かに。申し訳ない。なんか話してると本当に自分の中で終わりが見えるとさ、終わりじゃん。うん。でメンバーにもたまに言われる。めいちゃんさっきの話ってさ、って、え、終わったやんみたいな。報道がよくあるから。違う、なんか自分の頭の中で本当に会話してるんだよね。そうそうそう、だからなんかメンバーにこれってこうだったっけって聞いても、そのメンバーが話してるのも聞きつつ自分の脳内でも会話をしてて、こっちで回答が出てるけどこっちで先に回答出ちゃったらもうその話は私の中で終わりなんだよね。もう終わったってなる。だからあ、まだその話してたんだみたいな。最低だよね、ふっときながらさすごい最低なの分かってんだけど、すごい。だからなんか頭の中に3人ぐらいいるんです。めいちゃんに癒されに来た。癒すぞ、マイナスイオンをドバーします。すごい。 A チームってみんな違いますよ。あかんあかん。いきなりお胸のサイズが聞こえてきた。私はでも残念ながら A ではなく S なのでよろしくお願いします。そう、シンデレラだから。自己完結、シンデレラバス S サイズ。いいチームないです。自己解決できたらその話は古い話になる。そう、終わった話になっちゃう。そう、話してる途中にで解決したらまた次の気になることが出てくるから、それをまた次話してるのにみんなはなんでその一個前の話をしてるんだろうってなっちゃう。うん、わかるわかる。クソだよね。自分で言っててやべえやつだなと思う。ね、でも AB 型ってそうだよね。うん、わかる。でもなんか二重人格って言われるのは本当に理解ができない。ねね、二重人格ではないと思う。いや、めっちゃ言われるんだよ、メイ。え、本当に？めっきっこ言われる、いろんな人に。メイちゃんって二重人格っぽいよねって。ぽい。いや、それはないと思う。出会った人で二重人格って思った人いない。何は二重人格って思う？めっちゃ言われます、私。ね、どかんとこ。私あんま思ったことなかけど。私もあんまり高校二重人格やなみたいな子会ったことなかし、テンションによって喋り方違うからかな。あ、癒しパワークラゲちゃん。誰とでも仲良して AB 以外飛んでちゃった。アマタロスワンヤッホータイ、共感してくれる人たちって感動しています。すごい感動。血液型わからなくて B 型って癒された。癒しパワーをドバドバドバって。アマタロさんこんばん、めいめい、こんばん、めいめい。 S チーム最高やね、消えるツイート。もう開き直っていこうかなって。みんなにスキャンティースキャンティー言われるからさ、スキャンティーフラットっていうユニットをやったのが間違いだったな。そう、スキャンティー知ってる理由。スキャンティーフラットっていう意味知ってる？わない。めっちゃ頑張って考えたユニット名なんだけど知ってる？スキャンティーっていうのはね、音符ついてる。違う、フラット、フラットはフラットじゃん。フラットってわかる？フラットって意味わかる？ P って何？ P って何？日本語で言わないと。やっぱフラット、まったいら、まがつきました。平らですね。スキャンティって日本語でなんて言うと思う？え、わかんない。かわいい。違う、それはかわいい、あのキュートやん。プリティ。それはかわいい。スキャンティを日本語にすると日本語は何だろう、え、
なんだと思う。なんだと思う。スキャンティ。私も知らない。なんだと思う。スキャンティ。なんだ。なんか飛行機っぽい。飛行機。スキャンダルっぽいじゃん。ああ。スキャン。スキャン。正解まで10秒。え、ダメダメ。そうだからダメ。スキャンティ。スキャンする。スキャンすると言ったら読み込む。読み込む平ら。うちらコピー機だったんだ。ファイナルアンサーつは？ちょっと待って、フラットがそうか。スキャンティー。平らだから。スキャンティーじゃん。ちょっと待って。もっともうちょっとでできそう。本当？みんな調べちゃダメだよ。うん。りんちゃんルームダメだよ、答え言っちゃスキャンティーダメだよ。でも全然みんな言ってない。答え言っちゃダメだよ。血液型の話で止まってるから。スキャンティーはうん、次がファイナルアンサーだよ。チッ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 、お腹すいた。いつもいつも、はい。オールウェイズね。これからもこれからもいつもこれからもフラット。とわにフラット。とわにフラット。なんだと思う。ガチに当てに行きたい。当たんないと思う。この言葉がりんちゃんから出てくると思わない。りんちゃん意外とバカだから。りんちゃんは意外とね、私と同じぐらいの頭脳レベル。下から出てこない言葉。そうだから絶対あいちゃんは当てられないと思う。え、嘘。うん、声わかるよ。難しい言葉ってことじゃん。そしたらなんだと思う。スキャンティ絶対わかんないや、そう言われたら。当ててみーはれ。平ら、関係する。平ら、うん、なんとかな平ら。そうで、スキャンティフラット、なんとかな。よくこんな可愛い名前にできたなってずっと思ってるもん。お腹すいた。それはそう。ほら、聞いたことないスキャンティ。うん、あの元メンバーのぴょんぴょんと牛丼屋でその言葉を調べて英語にしたらスキャンティだった。へえ。22人俺からスキャンティ集められそう。集められるかな。でもいっぱいいますよ候補生。新メンバー早い。それはそう、それはそう。スキャンティ、サーフボードはあかんよ。もうまんまやん。サーフボードと迷ったんよ最初。制服を着たスキャンティーフラット。制服を着た。制服。はい。なんとかの平らなんだ。さあ、あと10秒です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。いつも、いつまでも、これからも。りんちゃんは偽りない。正解は乏しい平ら。乏しいって書くの。あの乏しい。そう、乏しい。聞いたことないよ。乏しい平らでスキャンティフラット。乏しい。やばくない？自分たちで乏しいって英語でなんて言うんだろうって言いながら、牛丼屋だったっけな、牛丼屋だった気がする。そう、偽りない。おやすみ、ぬるちゃん、おやすみ。ぬるちゃん今日も可愛いね。今からご飯食べて寝るよ。リアルフラット、それはマジやん。まだ成長の見込みあるからな、見てろよ。ポイがスキャンティフラット加入するしか、いや本当にそれはちょっと思う。もう結構入れる子いっぱいいるでしょ。いっぱいいる。夏迎えられないじゃん。だから夏もし水着になるとするじゃんけ。そしたらあの戦えるところがないから、だから今頑張って腹筋とかしてるの。お腹だけは綺麗でいようと思って。じゃあ皆さん今日も来てくれてありがとう。偽りない平らは直球すぎる。成長の見込みあるよ。だって成長期だから、ずっと永遠に成長期。25ぐらいまでは頑張れるって聞いた。自分は好きですね。始まって7月7日にはリリース。みんなどうせ大きいのが好きなんだろ。知ってるよ。けっ。あります。1
1万、あ、これ言っていいかな、パピパ、ん、1万枚まであとちょっと、あとちょっと、1万枚まであとちょっとです。7日で全部が決まります。目標より1万万足りてないけど、足りてないけど、最終日まで諦めずに頑張ります。最終日に1万枚誰か買ってくれると信じて。そしたらさ、オリコンウィークリーまた乗れるかもしれない。確かに、確かに、それはそうかもしれない。デイリーランキング急に上になるよ。今見てる方で初めましての方はぜひ1月7日リリースイベントに、そう、ニコニコ本社さんに1万人集めるので皆さんぜひ来てください、よろしくお願いします。めいちゃんがめいちゃんであれば関係なく、すこすこ、ありがとう、引っ張ろうと、あ、ママー、じゃあ皆さん今後もジャパンよろしくお願いします。明日皆さん新宿キースタジオお待ちしてます。待ってるよ本当に。明日は時間は何時にしようかな。まさち、やっほーやっほー。ニコニコ本社さん、そこ抜ける。ニコニコ本社さん1万人集めるぞ。一緒にいて楽しくて面白いのが好き。あー、じゃあちょっともうちょっと面白さ磨いとくね。わはは出てきるぐらい。いや、なんか最近思ったんですよ、私の戦えるところはどこなのか。戦い、私顔はそんなに可愛くないから、じゃあどこで戦えるんだってなった時に、パフォーマンスと私は喋りを頑張ればいいんだと思って。めっちゃ喋れるようになったら完璧ちゃうと思って、ね、キースタジオおるん、本当？マサチ、マサチ、キエさん美味しい。あ、そういうことか。メイさんまだ終わらんよ。メイさんは今からクラゲで遊ぶからね。ピシピシピシ、あ、ピシピシ、わー、音がやだ。メイちゃんめちゃめちゃ面白い。嘘、本当？もっと面白くなりたい。そう、昔より話せるようになった。リーダーは真面目なところが大好き。みんなメイのこと真面目って言うけど、本当に真面目？うん。どうなんだろう。実際私そこまで真面目な人間じゃなかったんですよ。リーダーという役職が真面目にしてくれてるだけで、リーダーじゃなかったら遅刻めっちゃしてるかもしれない。それはないけど。リーダーじゃなかったらこんなに真面目じゃないです。そう、すごく成長した。私だって部活とかめっちゃサボりまくってたからね。私も部活サボってた。なんか講習、校内講習って言うんですけど、講習、校内5周しなきゃいけなくて、毎回ちょ体力つけるために1階からこう学校がこう超長か階段2つあるやん、大体1階5階まで上がって5階を走って1階まで降りて、これを5周しなきゃいけなくて、絶対、うん、最初にあと赤点取ったらその分外を走んなきゃいけないって、めっちゃ走ってた、ずっと。え、赤点取ってたってこと？赤点取ったことある、ある。やば、なんだっけな、古典、古典で、古典、古典と何取ったっけ、まあ、結構ギリギリばっかだった。31数 A とか、ね、数 B は好きだったけど、数 A 数 B が苦手で、歴史もは暗記だったから大丈夫。戦えるとこ可愛さがやばいですが、いや、なんかなんだろう、一般的に100人が見て100人が可愛いって言える顔で生まれられなかったんですよね。神様が多分ピュピュピュポーンって作ったから。でも私自分の顔が嫌いというわけではないんですけど、ママにめちゃくちゃ似てます。うん、どうや。リーダーは真面目ですね。 TA さん出るの？本当？キラキラ。 TA さんと仲良くなりたいんだけど、私人見知りだから無理なんだ。いつも考えていると感じる歴史。あー、料理配信してて炒めてる音とあーって声しかしない配信とかしてたの。今じゃ死んじゃえ。15分黙ってる配信ありましたね。瓦割りの動画が 48,900 回再生されてるって。もうちょっとで5万回再生だ。ボランティアの部活関連でリーダーシップとか言った。あ、だから、その、外周が嫌すぎて、まあ、正直、本当に怪我はしてたんですけど、
階段が嫌だってから3階を永遠に往復するって言って、その時間ずっと図書室で座ってました。うーん、逆に生徒会って言ってサボってた。だから夏休みどうしても部活行きたくなくて無駄にオープンキャンパス行った。じゃあ部活始まるの？違うの、なんか部活は好きなんだけど練習が嫌いみたいな、わかります？うん、だからお昼休憩とかだいたい部室じゃなくて部活のとこでめっちゃ寝てました。部室に教科書めっちゃ置いてってたらめっちゃ怒られて下駄箱に入れてた教科書。下駄箱にめっちゃ教科書。いじめやえ違うよ、ちゃんと綺麗にちゃんと並べてたよ。授業中国語からこう現代文からこうやって上からこうやって綺麗に並べてて、5万再生目指してリンクツイートしておいてよ。ありがとう、バンザイも見るよ、ありがとうね。外周めんどくさくてマンション突っ立ってショートカットしてた。あーわかるわかる、めっちゃわかる。坂とかややした、うん、学校の勉強とか要領よくこなしちゃいそう。そう、あだからテストは基本的には教科書読めばできるタイプだった。でも古典ってさ教科書読んでも無理じゃん。原理を分かんないといけないみたいな。うん、原理分かるよ。1,2,3,4,5 とか漢字横に書き上がってって思って、上下中とかなんやねんみたいな、よく分からん。あれはなんかそういうのって数学っぽくて、私は古典は大丈夫だ。私文系なんで。文系だと意外と苦手そうだよね。文系です。何？私何できない。ここ4年生だもんね。文系か理数系かどっちかだったらどっちの方が、国語の方が褒める。だって国語は答えがいっぱいあるもん。そうそうそうなんですよ。何通りも答えがあるから好きなの。国語ってでもさ答え決めつけられちゃうじゃん。決めつけられたくはない。本当にだってさ A さんの気持ちを考えよって言って、下がこの A さんだったらこう思うって思った答えがばっぺけつけられるんだよ。だからそういうのはちゃんと先生に言いに行かないといけないんだよ。マジでさ、だいたい私はそれでなんだろう、思いやり点みたいなのをいっぱいもらってました。だって絶対違うやん、下だったらこう考えるのって思っててバツされるから、ここ本当に嫌いだった。答えが何通りもあることが素晴らしいなって思ってたし、数学は逆に一通りしかないのが苦手、明確に出ちゃうのが苦手でした。私確率が苦手で、確率、いやでも今二次関数とかも無理やん。もう今は無理だけど、確率わかります？このなんか樹木みたいな、樹木なんだっけ、わかんない、分岐点みたいないっぱい作んなきゃいけないやつ、あれをなんで街路樹だっけ、なんかよくわかんないですけど、あれをめっちゃ書いてました。なんかサイコロ6回振ったらとか知らんし、その300回も振るなと思うもん。サイコロ300回振って6がいっぱいなんか出る確率は何パーセントみたいな。サイコロをまず300回振る精神力がよくわからん。しかもさ A さんと B さん、 A さんの後に B さんが5分後に出発して P 点に着くのは何分でしょ、一緒に出ろやと思って、オチぐらい池の周り回りすぎやろみたいな。よくわからん、ほんと数学は。数学って公式なんだっけ、公式なんだろう、このさあれあるじゃん、なんかこれに当てはめるみたいな、うん、X イコール Y みたいなでしょ。そうあれに当てはめればもう答えがすぐ出ちゃうんだ。出ないよ。それさえ覚えればいいんだよ。いや意味がわからん。だったら計算問題だけ出せばいいのに、なんでわざわざ 10P とか作っちゃうのかな、本当に。いやマジでだから、それだけ覚えれば数学ってできるから、数学は簡単だなって思ってた。いや違うよ、結局でも意味がわからん、本当に。意味なんてわかんなくてもそれで覚えればいい。なんで猫を10匹用意しちゃうかなみたいな。なんで犬と猫両方用意してさA さん B さん C さんで分けっこしなきゃいけないんだろうみたいな、一人一匹持ってきゃいいやんと思って。それは問題だもん、大好きかよと思って。なんで一回もらったものをあげなきゃいけないんだろうとかさ、本当に C さんの気持ち考えたことあるって思うもん。 C さんがさわざわざ買ってきたものをさ8等分に分けてさ、なぜそれを8等分を6人で分ける意味がわからん、8人で分けろよと思っちゃう。もう2人友達連れてきなって思っちゃうし、いや本当になんで35分後にお家を出ちゃうかなみたいな。一緒にだって目的地が一緒なら一緒に出ればいいじゃん。よくわかんない、準備が遅い。なんで A さんが半周したところで池の周りを一緒に回らなきゃいけないんだろうみたいな。定点カメラで見た方がいいと思う。あいいっすよっていう私の数学理解不能。あと
あの科学に、あ、生物か、生物にあの公式が出てくるの意味わかんない。メンバーで学力テスト無理ですね。お薬は私飲めます。科学、外国語、私英語しかなかった、授業の半分英語だったからな。英語ガチンコ苦手だった。いや、え、なんか英語は何回もなんか、うん、いろんなものを買ってもらったけど、その勉強するために、うん、何も一つ、何一つ理解できない。イズアマーしか、なんでイズアマー、え、なにそれ、イズアム、イズとアム、あーと無識、アイアム、あれでしょ、アイマイミーマイユーユーアユーユーアズみたいな、ゼイゼイアズ、ヒーと、ヒー、お、それはなに、ヒズ、ヒズって何、男、じゃあ彼女、彼女は何なの、彼女は C、 C、 お、すごいじゃん、わかんない、私たちは C、 ウーマン、それは女性や、 C、 じゃあガール、ガール、うちらみたいな、私たちはガールズグループ女の子限定や、男、そうだよ、男の人も女の人もみんなまとめて、私たち、私たちはってなんて言う、なんとかは、あー、あ、ベストフレンドとかバンザイジャパンみたいな、よく言うやん、アイアムチュバンザイジャパン、それは私はバンザイジャパンじゃん、ウィアーザバー、お、っていうことはバンザイジャパン、っていうことは私たちはウィアーバンザイジャパン、お、すごい今日勉強できたね、よかったよかった。じゃあ彼らはヒーア、ヒーイズ、ヒーイズアバンザイジャパン、彼はになっちゃうね、それ彼、彼ら、何、ヒー、アール、アイ、ア、なんとか、アー、ユーヒー、ユーヒー、それあなたと彼になっちゃうよ彼らは、彼らはわかんない、ヒーユぜって言ったら分かってくれると思ったけど分かってくれないんだけど、どうしたらいい、怖い怖い怖い、ざっと、ざっとしか、ざっとは違うな、ざっとはそれとか、ゼット、ゼットはゼットや、ゼット、ゼ、え、なんか分かる気もしなくもない、ゼ、あ、え、言ってください、答え一回、ゼイ、え、分かんないゼイ、やばい、ゼイゼアゼイゼアズみたいな言わんかった、え、あ、聞いたことある、音色剥がれてます、バリバリですね、もう確率嫌いですわ、わかんない、なんでサイコロ40回50回60回振るんだと思って、その中で6が出るかが運だよと思ってね、アイちゃん、うん、サイコロ36回振ったってね、6が出る確率なんて毎回違うよね、うん、うんうん、確率は一緒だよ、ただ実際に出るそのあれが違うだけだよ、いや運だよ、 60% じゃんけんも、いやでもじゃんけんは運って言うけど運じゃないと思う、じゃんけんはマジ強い弱いがある、私は弱い、そういう人いますよね、だって本当にこの間一体なんで戦った時全員に負けたんだよ、びっくりしたもん、うん、瀬戸利権の時メイとじゃんけんだったじゃん、うん、でなんかみんないるじゃん6人ぐらい、最初はグーじゃんけんポーズ、メイ一人だけ負けたの、だからファンの人めっちゃ面白かった、よっしゃ、あ、でもお前も全員勝てるよごめんと思って、ポテミンはダメでした、あゆちゃん、シーハーハーハーズ、このハーはどっちの意味でしょうとか知らんかなと思った、あー英語はそんなに得意じゃないわけじゃなかった、答え一回言ってってめっちゃ面白い、この前のビルバン渋谷のじゃんけんひどかったって言われてるもん、ほら、じゃんけんめっちゃ負ける、だから運動会の時に叩いてかぶってじゃんけんもメイ出たじゃん、うん、じゃんけん負けまくってたからね、ね、やばかったね、やばかったでしょ、じゃんけん負け、最初はグーじゃんけんぽい最初はグーじゃんけんぽい、お、勝った、あいちゃん強いないな、あいちゃんに勝ちました、やったー、りんちゃんには負けました、なんか勝負ごとでも勝っちゃう派なんですよ、私、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、お、最初はグーじゃんけんぽい、お、最初はグーじゃんけんぽい、あ、今4回やって2対2です、お、あいちゃんになら勝てるんじゃね、
でもあやちゃんあれだよね、京都遠征じゃんけん掴んでたよね。そうなんですよ、運は割といい。運いいよね、あやちゃん。あやちゃんは運がいいなと思う。くじ引きもそうだったし、あれマジめ、あやちゃんのやるって言った時あやちゃんにごめんと思ったもんマジで。あ、そっか、そう、あのめいさん今あれ引くって思った時に、私くじ引きとかじゃんけんとかマジで弱いんですよ。そういうイメージがあるじゃないですか。いや本当に弱いんです。弱いって思ってると本当に弱くなら、うん、いやもうじゃんけんの弱さはなんかもう実感しないと辛いもん。なんか4月10日ぐらいの新宿タワレコ、じゃあタワレコ渋谷の5階のリリースイベントで、あのじゃんけんに勝ったらなんかチェキ1枚当たるみたいな、得点券1枚で全員とじゃんけんして全員に勝てたら当たるみたいな、なんか一番最初に行って全員に負けていくっていう、そう絶対負けてた。そう、私じゃんけんめっちゃ強いんですよね、そういう意味では。目ピースパーピーチェピースパー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 ピースパー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 無理、私それ無理。そこの集中力はすごい、ゲームごとの理解できない。あいちゃんあっち向いてほいできないもんね。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょあいこでしょ、あっち向いてほい、最初はグーじゃんけんぽい、冷たい、最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい、最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい、おい、かたわ、そう、同じ方向しか向けない。運動神経とか反射神経、運動神経は別にないですね。名前でいじられるピーちゃん、ピー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 、何テンション、深夜テンション、ピスパンテンション、神経はいい方だけど運動神経は別にそんなに。いつも配信時間長めちゃん、反則勝ちしました。あゆちゃんあっち向いてほいは引き分けが得意だよね。うん、めっちゃ長かったもんな、目見に行った時ずっとやってたで。そう翼をください、ちょっと上手だったし。そうダメなんですよ、ん泣きる音痴なんだとか。音痴じゃなくなってたよ。やだ、何撮ってるの。約束点あるよって。ああ落ちた、落ちた。めいちゃんこんばんざい、今日も素敵だよ、ありがとう。ピー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 。みさんテンションやばい。違うよ、テンションを高く維持するのは大事なんだよ。テンション上げて踊りましょう、なんだかとっても燃えるコーヒーの予感、人生かけて旅をして、で後は旅で回れないゴーラン、ドラえもん楽しいね。チャララ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 ラチャラララララララ。アイちゃん今回見せ場あるじゃん。そうなんですよ、今日さ先生とアイちゃんでやってる、あのあそこめっちゃ可愛かったよね、写真撮りたかったもん、めっちゃ可愛かった。こうやって3人で練習してるの可愛かった。テンション上げ、今日も怒られてたね。今日アイちゃん怒られまくってたね。いつもでも怒られますよ私。今日はすごかったよ、でもいつも怒られちゃう。なんかもう笑っちゃったもん。これ光るよ、これ持ってディズニーランド行くんだ。ここ行きたいよ、ディズニー、行きたい、シー、これからアンダーたち、島田ともディズニーシー行こうって言ってる。なんか前にランドに島田と行ったんだよね、なんかライブ終わりですよね。そうなんか明快の後元気あるね。ああ、もう全然終わったじゃん。すっごいさらっと行ってみたんだよね、島田とノリで。やば、え、ディズニー行こうっつって。それはもう大人。え、マジでもスプラッシュも結構乗り物めっちゃ乗れて、なんかすごい楽しかった。ライブ終わりにロッカーに荷物全部入れて二人でディズニーランド歩いてんの、すごい楽しかった。ディズニー楽しかった。この部屋やばいって言われちゃった、この部屋やばい。
やば、何これ、ほうじ茶、豆乳ほうじ茶。ママがくれた。ママトマトカレー、埼玉。紹介した方がいい。紹介します。ディズニー行きたいよ。ディズニー。去年のさ、特典シート4枚たまりませんでした。ね、ピスパンさ、去年のドナルドのディズニーランドいたよね。ツイッターで見てさ、ピスパンいるって思いながらメイもディズニーランドにいた。そう、去年のドナルドの誕生日メイも行ったんだけど、その時ツイッターを確認したらピスパンもいて笑った。え、好きなの？じゃあメイがたまたま行ったのは本当にお母さんとかいとこがいて、でなんかたまたま休みだったからなんか一緒に行こうって言われて行って、なんか今だから言うけど私前の家ディズニーからめっちゃ近くて、いやー、あの部屋からディズニーの花火見えるぐらい近かったんですよ、前の家で。なんかだからディズニーおいでよって言われてすぐに行ける距離だったんですけど、それね、たまたまその日がドナルドの誕生日で、でもなんか全然人いなくて、そうドナルド人気ないのかなちょっと心配になっちゃったぐらい。ヤバと日が昇る未開封、うえー、めっちゃ昔の AKB が配信してなってクッキーして、ちょっと待ってよ、マジ衝撃事件。そうで、なんかそういえばピスパンってジュリアによくなんかなんだろう、ドナルドあげてたなと思って、結構みんなの好きなものとか覚えてるんですよ。で見てみたらディズニーにいるぜって書いてあって、あピスパンいるんだと思いながら、ドナルドの家の前でこうやって写真自分で撮って、あの私トゥーンタウンにある春巻きピザがすごい好きなんですよ。春巻きの中にチーズとかなんかピザの中身が入ってるみたいな、チーズとトマトソース、春巻きみたいな皮の中にピザのチーズとかが入ってるやつがあって、それがめちゃくちゃ好きで毎回食べるんですけど、ディズニーシーに行くと大体浮き輪まんを食べる。それわかります。シー行ったことあるんだっけ？ないです。ないの？うん、ないのにわかるの？はい、わかりますよ、みんなだって見るもん。浮き輪まん、じゃ一緒に食べに行こう、浮き輪まん。行く、行く。あと何、何やっぱアリエル行きたいの？マーメイドラグーンに行きたいんだ。あとトイストーリー。あー、トイストーリーマニア。じゃ一緒にタオブテラー乗ろうね。それはいける気がする。いけるんだ。あー、私無理、タオブテラー苦手なんですよね。なんかディズニーのなんか乗り物乗る動画とか好きですよ。あー、わかる、ね、海外のやつすごい好き。あー、ほう、どこだっけ、中国のあのカリブの海賊に乗りたい。めっちゃすごい金かかってんなって感じ。うん、技術力がすごい。でもディズニーね、新しいのできますもんね。なんか今開拓してますよね、あそこらへん。新しいアナ雪とアリスだっけ、ベル、アナ雪とベル、美女と野獣。あとラプンツェルできますよね。ラプンツェルもできんのか。アフロクしてドナグリ3時間待ちして終わったから絶対すれ違わない。すごい、それは本当に好きなやつじゃん。誕生日記念日がドナタン、なんか夢あるね。一回も行ったことないの？みんな一回夢を見た方がいいよ。餃子の皮にチーズ入れて揚げて塩かけてくれたのよく作ってた。あー、でも揚げ物怖いからな、うちでやるの。愛ちゃんダメだよ、揚げ物しちゃう。しないです。ディズニーやな、ディズニー行きたい。だから愛ちゃんと、愛ちゃん連れて行こうかな。分かった、じゃありんちゃんの誕生日プレゼントディズニー行こう。最高。した、りんちゃんの誕生日プレゼントはディズニー行って帰り道に漬物とトマトがあって、顔面トマト。やばいな、顔面トマトです。顔面トマト、顔面トマト、上からトマトの汁めっちゃかける。ケチャップだったらまあいいけど、そっちの方が嫌でしょ、絶対そっちの方が取れないよ。だったら好きだから。ダメ、一緒にディズニー行きたい、行きたいね、みんな。ディズ、東京ディズニーだ。私昔めっちゃディズニー行ってました。小学校の時3回ぐらい毎年行ってた。だから毎年小学校ディズニーランド行くために休むのが毎年の楽しみだった。行くために休んでたんだ。うん、そう、旅行するために休んでた学校。
顔面トマトいてトマト風呂にしようじゃあ。トマト風呂はなんか体に良さそうだよ。でもあダメだよ、内から綺麗にならなきゃいけないんだから。食べなきゃやっぱり。寝てる間に口の中にトマトいっぱい突っ込んでみようかな。気づかなさそう、兄ちゃん。兄ちゃん口開けて、うんうんみたいにできそう。ってなるよ絶対でも。今年ドナタン行こうと思ったらアトジャム、アトジャムでしたね。今年ドナルドの誕生日、そうだから去年ね全然のドナルドの誕生日の日にね人がいなくて大丈夫かなと思った。14日連続いいのしたことあります。それどうなんだろうね、一生帰りたくなくなりそう現世に。子供で行ったけど、子供会で行ったけど、それ以来ディズニーに行ったことない。子供会でもなんかこっち側の子たちってさ遠足とかで来るやん、ディズニーランド。どんなゆとりって思って。ゆとりとかじゃない、普通に子供やんと思った。金持ちっていうかさ、何都会とさ田舎の遠足でそんなに差があっていいのって思わん、義務教育の中で。片やだってさ夢の国で遊んでてさ、片やあれですよ、ただ歩くだけの遠足でしたよ。えなんかちょっと遠めの公園行って遊んで、うん、おやつ300円分ぐらい食べて帰ってくる。そう小学校はそれだった。私高校の遠足未だに恨んでる。高校に遠足、高校遠足あったよ。遠足あるの？あったあった。なんか1年生は何キロ、2年生何キロ、3年生何キロって決められてて、その何キロ地点のところにバスで連れてかれて落とされて学校まで戻ってこいっていう遠足だった。遠足なかった。でも私足怪我してたんで、あの3年生の時は先生の車に乗ってました。引率でした。遠足じゃないそういうことがあったんで、そういうとこあるんだよ。遠足歩けないっつって歩かない子みたいな。歩けない子、そういなかった。私は遠足を半分歩いて、あと残り先生の車だった。えー、やば。あでも本当に足怪我してて、うん、左膝をマジで膝と腰をやらかしてた。選手がない、あの人間の上に乗る部活だったので、うん、よく落ちてたんですよね私床に。だから今思ったら本当に怖い、ドーンみたいな本当に。だからあのリフトのもっと高いところから落ちて誰にも助けられずにパターンで落ちるみたいな、怖い怖い、そういう部活だったから怖い怖い。りんちゃん寝た。りんちゃんが寝ました。したあ、起きちゃった。はい、寝そう、寝よう。もうちょっと寝てたら本当配信してたのに、うん、でもいいじゃん、ダメだよ今配信中だから寝息聞こえちゃうよ。あかんあかん。大丈夫大丈夫大丈夫その大丈夫が30分後になるんだよほら、幼稚園、小学校、中学校、ディズニーだって。どこの人だろう。東京出身。えドライブでした。私ワンコトマトいいね。あんありだ。それ市政記念日は毎年ディズニーだって。よくわからん。なんだ遠足もボイコットって疑った高校遠足ありましたよ。あと小学校5、6年生は合宿だった。小6の時にあの川釣りじゃなくて、なんだろう、釣りをしなきゃいけなくて、虫を自分でつけてこのグイってやつにつけて釣るってやつだったんですけど、そのグイが私手に刺さっちゃって病院行きでした。そう、あの釣りのこういうフックのやつがなぜか手に刺さっちゃって貫通しちゃって、はあみたいな、そのまま病院でした。毎年何人かいるみたいです。その何人かに入りました。やんちゃでしたね。志田の昇格祝いにディズニーチケットあげるって言いながら結局あげてないって。ピスパンすごいめっちゃ覚えてるよピスパン。ダメだよあなた、偉いのにちょっと歌詞作りましたね。これ死ぬまで言われますよ。町内会入居、そう私今めっちゃ祭り魂頑張ってるんで、皆さんぜひ町内会入ってください。ずっとオタク倒してるから。中学校の遠足、江ノ島まで電車で行かされて歩いて帰れって言われて思い出しちゃった。そう意味が分からん。へえ、寝落ちしてた。でもバスを使うっていう手が私的にはすごいリッチだなって。待って、大阪の高校やったから USJ だって。
中学校の修学旅行で USJ3 時間だけいさせてもらえた。わかる。何この3時間3時間でなんかご飯とか食べる用のチケット500円分を1個だけくれたの。何が食えんのこれでとか思って。お土産見れんしみたいな。びっくりした。乗り物乗れんし、ナンパすればよかった。スヌーピーのちっちゃいジェットコースター乗って終わったよ。そうだよね、絶対そこだよね。びっくり。そう、あれだけが乗れる唯一のあれだった。うん、小5から小高3まで毎年宿泊が旅行。あ、だから私でも高校の修学旅行が語学研修とか兼ねてたのでオーストラリアだった。うん、足軽の頃のこと覚えてんのやべえって言われてる。覚えてるよ、だってショックだったもん。あれじゃない、ピスパン推し編時期じゃない。あ、そうだっけ。いろんなメンバーにちょこちょこ行ってた時期。いや、その時にはもうジュリアか。うん、だってだってだって2週間ぐらいだけメイだったんだよ。へえ。そう、元推し元推し。小学校の修学旅行ハウステンボスだって。マサチ。マサチ。あ、でもそっか、置いてやけんが。名古屋に住んでたから中学校の修学旅行は鎌倉、東京、ディズニー、山梨。意味がわからん。でもオーストラリアの語学研修は楽しかった。すごい。なんかお土産をやっぱ買うじゃないですか。あ、違う、なんかフェリーで行くんですよ。なんか島みたいなとこに行かされて授業で、でなんか波がすごすぎて制服びっちゃびちゃになっちゃって制服着れなくなるっていう途中で、だからパーカーを買ってそれを着て行ってたら、途中であのクロックスで学校行ってたら先生に途中でなんでそうなのって言われて、いや濡れたからって、乾かし乾いてるからそれで着なさいって怒られた記憶がありますね。ホストマザーとホストファザーがすごく優しかったんです。メイに元推しって言われるのパワーすぎる。パワーワード元推し。ピスパンの元推しはメイだよ。ダメですよね。あ、そう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 。ピスパンいいよね。でも潔くて私は好きですよ。そういうお話大好きなんです。あ、元推しとか愛ちゃんが楽しんでます。そう、元推しになった瞬間チキも取ってくれなくなりました。昔懐かしか、懐かしい。昔さ、メイのこと応援してくれてる人も少なくてさ、あのペスパンが唯一予約してくれる人だった時にさ、髪型何がいいって言われてツインテールって言われてツインテールした記憶がある。小田原鎌倉までの、だってさ USJ なんかさ、高校のその中学の修学旅行が大阪京都奈良で、1日目が京都を、うん、あの半行動するってやつ、うん、かるで2日目が大阪やったんですよ。大阪と奈良を行くみたいな。でメイは大阪城と奈良公園、うん、鹿にめっちゃ追いかけ回されるっていうあんまいい思い出がないんですけど、しかも大阪城の近くのご飯屋さんでたこ焼きとなんかめっちゃ量が多いご飯食べさせられて、うん、残しちゃいけないって言われてめっちゃお腹いっぱいで気持ち悪くなった記憶がありますね。で大阪のホテルの近くにある劇団四季を見るっていう、ウィキッド、ウィキッドっていう劇団四季を見て、で最終日にUSJ3 時間USJUSJUSJ ツイスト踊ったフロア。なんで3時間しかいさせてくれなかったんだろうと。で私高校の中学校の修学旅行はあの幼馴染とも同じクラスになれて、中学2年生だったから。どこだった中学校。中学校はなんかスキー場みたいな。え、修学旅行。え、あ、違う、それスキー合宿じゃないの。スキー合宿でした。どこ行ったの。京都かな。あ、京都なんだ、埼玉は。私行かなかったし、寝てて。そういう感じする。そう、全然寝てちゃう。ママに書いてあったもん、手紙に、うん、楽しみにしてると寝てちゃうから。ダメだよ、ダメだよ、マレーシア楽しみにしちゃダメだよ。でも最近は大丈夫。毎日やだな、マレーシア行きたくないなと思ってて。いや、ごめんなって。楽しみだもんね、すごい楽しみだもんね、あゆちゃん。そう、ピスパンは誕生日に持たせてくれた記憶。そうだよ、強い。
ツインテール、今日ツインテール、そうピスパンを意識したの。めっちゃ仲良いことないったの、2班、うん、休みになっちゃったの。あら、私あんま熱出ないんですよね。あ、でも高校生の時に確実にインフルって分かってるけど、うん、無理していったら次の日自分の部活からめっちゃインフルエンザが出て、やばかった。いや、めっちゃしんどかったんですよね、その時。なんで学校行ったんだろう、意味が分からん。でも中学校皆勤賞でした。へえ、皆勤賞は何だっけ、うん、前なんか誰かと話題になって、遅刻しても、うん、解禁になります。ならん、一応言ってれば。ならん、うん、なんちゃんとした学校でした、私ちゃんとした学校だったんで解禁賞でした。ちゃんと行ってました。え、寝坊したことないですか。ないっす。え、ないです。え、寝坊、高校も解禁賞狙ってたんですけど、ずっと。でも一回休むと無理になるじゃないですか、そういうのって。で、高校の時私皆勤賞狙ってて、でも1年の時にあの事故に遭いまして、そう、自転車と車で、あの伝説の私1週間で3回車と接触するっていう事故を起こしたことがあるんですけど、それで1回目の事故が自転車の前輪が外れるぐらい大きい事故で、でその後ちょっとあの車の人が逃げちゃって、それでちょっと警察の方と一緒にルンルンラーってやるために一日学校休みました。それでもうダメになっちゃって、そうだから学校まであの自転車を前輪外れた状態でガラガラって行くっていう。そう、でもその後の2回はなんかせあの運転手さんにごめんなさいって謝られるぐらいの大丈夫なやつだった。自転車だから苦手なんです、私。下手くそだから、多分私も下手くそだから多分事故起きやすいんだと思う。だから私自転車もう何年も乗ってないです。乗れるのかな、うん、私自転車1週間、そう1週間で同じくらい、じゃあ違う1週間で車と3回接触した、ガコンみたいな車の量が多いところで、もともとなんでここをさ、チャリで取っていいんだろうみたいな。踏切とか2回あったしね。危ないとこでした。なんか歩道これぐらいしかないみたいな。意味がわからん。電信柱より歩道の方が狭いみたいなとこにいたので、そりゃ事故るよなって。でもなんか私高校が中学校を通るとこだったんですよ、自分の母校の。部活帰りの弟に会うと弟が乗せてってって言って、ダメなのに二血して帰るのがすごく、たまにある楽しみだった。全然仲いい。あ、金沢っていうか石川県は結構運転マナー悪いです。あのせっかちが多いんですよ。だから言葉遣いも悪いし、イサドイとかめっちゃ言ってる、えんなってめっちゃ言いますよ、石川の人。なんかイライラしたりとかうまくいかんことがあると、えんなってめっちゃ言います。優しい世界。優しいよ、人は温かいんだけど、うん、車あのハンドル握るとちょっと気性荒くなる。かわいいかよ、ずっとと一緒に帰るの楽しみだったの。なんか高校2年生の時1ヶ月間会えなくて、オーストラリアに目が行ってたから、もう帰ってきたら身長抜かされてて、なんか弟の成長を見守れない1ヶ月があったって思うとすごく心が寂しくなりました。じゃあ弟の可愛いところは、私弟に洋服をあげたんですよ、誕生日プレゼントで1回。それをずっと着てくれてたのがめちゃくちゃ嬉しくて、あと弟がアメリカシンガポールどっかから帰ってきた時にお迎えに行ったんですよ。あの弟が高校生の時に海外、シンガポールかな、でその時にパーカーを着て帰ってきて、そのパーカーくれって言ったら本当にくれましたいい子なんです、優しいんです、お姉ちゃんに優しいの。でもこの間まで1年間留学してたんですよ、オーストラリアに。でもなんかすごく写真とかも送ってくれて、シスコンでにやけ方が半分、そう、ドット大好きなの。じゃあ彼女と別れた時のあの笑顔は違うの。違う、みんなに言えないいろんな理由があるの。
や幸せになってほしいよ、なってほしいけど、まだ弟は弟でいてほしい。メイより先に結婚はしていいけど、そう気づけばこんな時間、明日ライブだよ。みんな新宿キースタジオ、皆さんぜひお待ちしております。ピグさんお疲れちゃん、ありがとう。写真いつも綺麗なのすごい嬉しい、ありがとう。そろそろ寝ようと、弟に LINE してから寝ようかな。ということで、じゃあ今日は終わりたいと思います。また明日お会いしましょう。明日のキースタジオのご予約、そして明後日、しあさって、しあしあさってのライブのご予約お待ちしております。今回私は動員数3人以上目標に頑張っておりますので、お時間ある方は来ていただきたいです。よろしくお願いします。ということで以上、バンザイジャパン石川県の伝道師リーダーの宇佐原芽衣でした。バイバーイ。あつめいちゃん。